まあ、点が入った時の雰囲気とか、まあ、その後のこうイケイケムードに持ってきてくれるところは本当に子どもたちが大きな声援で後押ししてくれたので、はい、すごく心強かったです。まあ、こう最近の中ではすごく寒かったり、まあ、雨も降ってしまっていたので、まあ、すごくそこの部分はこうちょっと申し訳ないなと思いながらプレーしていましたけど、そういった天気も吹き飛ばすような明るい、元気な声援を送ってくれたので、本当に嬉しかったです。まだまだ頑張っているので、ぜひ最後に言ってください。